どうも、友成義人でございます。さあ行きましょう。削れスクラッチチャレンジということで、手元にスクラッチはございません。今日は何かというと、先日電波のイベントに参加するためにですね、東京に行ってたんですが、その滞在先の、カプセルホテルで1枚、そして秋葉原で売り場に出会ったので、そこで2枚削りました。はい、ということでその模様を続けてどうぞ。はい、ということで秋葉から特別にお送りしております、削れスクラッチチャレンジ、行ってみましょう。今日は2枚、行ってみよう。せっかくだからね、売り場があったんで買うしかということです。ランドセル、お、ランドセルリーチ、お、これはトリプルリーチじゃない。あとに回そうか。じゃあ先にこっち、残念。じゃあこっちに戻って、学校なら10万円、まるちゃんなら30万、ランドセルなら1万円ということで、じゃあ上から行こう。ということで、はい、秋葉でね削ってみました。スクラッチ残念ということで、はい、ということで、まあ結果はねご覧の通り、残念な感じだったんですけども、カプセルホテルで削ったのはこっちで買ったものを持って行ってたんで、何かの機会で、まあ、場所を変えて気分を変えてね、削ろうと思ってたんで、はい、ということでですね、まあ結果はご覧の通り残念な感じになったんですけども、カプセルホテルで削っ
った方は、こっちから持っていったやつですね。をどっかの、まあ場面でね、削ろうと思ってこっちから持っていったもの。で、売り場で削ったものは、その売り場で買ったものということでですね。まあ結果、3枚削って、まあ残念だったということで。これでね、当たりでも出れば、なんかこう、ぽくっていうか、まあなんかね、閉まったんでしょうけど、まあ当たり出ずということで、またこちらの方でね、新しく買って削っていきたいと思いますんで、皆さんよろしくお願いします。ということで、今回はこの辺で、電波の方々じゃないや、削れスクラッチチャレンジ、また次回もこのチャンネルでお会いしましょう。バイバイバーイ。間違えちゃった。